こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。サールローエングイーン、WBC ガチャっていうのがありますね。さて、何か用？知ってるかしら？ラッキーバヌシ一発で取りました。クエスト達成よ。そういえば、さあ残り25周ですね。気合い十分ね。嬉しそうね。状態が悪くなってる。ちょっと聞いてよ。元気いっぱいね。いい感じだわ。何か用？もう一周。何か用？ベストバ体重508キロですね。じゃあ翌週行きましょう。状態いい状態ですね。いいわね。嬉しそうね。これ WBC 登録しましょう。もちろんクラシックです。戸崎騎手です。さあということで、結果が出るまでお待ちください。また後で。さあいよいよ WBC 結果が出たようです。観戦見ていきましょう。一番人気ですね。 2.2 倍。20丸3つ、3頭ですね。他はこのアゲインカーリーが2番人気、レインこれが3番人気ですか。まあ G1 2連勝してるんで。ただまあアゲインカーリーの上り馬運用怖いですよね。まあ、ここは、格の違い、まだまだ、若い者には負けんっていうところを見せてほしいところです。
さあロンドンの夜 WBC クラシック発送です。5枠6番ですね。この特設コースにて4が決められます。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはどのまでやりましょうか。さあゲート、まあ、まずまずのスタートじゃないでしょうか。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。11番パワーポエティックプリンスが先頭に立ちました。そしてその後ろから9番ミッデイ、それからスターオブポジーン、肩のバレー、黄色い帽子が馬込みで入れています。内を通って2番トワイスオーバー、その後ろでやりましょうか。12番アーキペルコ、ファーザー、その外8番リップバンニンクル、その後ろ3番シンクライア、中段ですね、フリーイーグル、そのうちにアゲンカーリー、3番レインがこれを見るようにしていっています。そしてしんがりからダグレイガツビーであります。流れるようにレースが展開されています。パワポエティックプリンスがレースを引っ張るようになりました。差が開いてミッデイ、5番黒い馬体、スターオブポジーン、肩のバレーはこの辺り、それから4番ファーザー、アーキペルコが並んでいっています。そしてそのうちに2番ドワイスオーガー、その外にリップバンニンクル、それから離されましてフリーイーグル、そのうちからは7番アゲンカーリー、レイン、徐々に差を詰めます。さあ残り500直線、栄冠を手にするのはどの馬か。肩のバレー、大歓声も後押ししているぞ。さあこのまま伸びてくるが、アゲンカーリーの勢いがある。そっからさらに肩馬へ加速していきます。後ろが一緒になった、これは強い。やりました。2万枚近づいてきましたね。なかなかやるじゃない。厩舎レベルもアップです。以上のように確認しました。まだまだ次があるわよ。届いてるわよ。3段ケーキいただきましたね。今500キロか。そういえば知ってるかしら、何か用？はい、ということで、WBC クラシック1着で、駆け抜けました。これで1万8000枚突破しまして、また SWBC にチャレンジしたいと思います。いよいよ、この片尾マレーのもうラストスパートですね。しっかり買っておきたいと思います。応援いただければ嬉しく思います。応援といえばチャンネル登録よろしくお願いします。1000人達成した収益化のチャンスも出てまいりますので、助けていただければ嬉しく思います。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。